省の申請にあたってどういう流れがあってどういう手続きが必要なのかって、都道府県で共通した日本全体の法律っていうものがありながら、それぞれの都道府県で独立した審査のやり方とか分かれておりますので、ちょっとばらつきがあるというのが面倒くさかったです。いらっしゃいませ、関門です。おぶちのおっさん、大体口臭い。よろしくお願いします。本日はですね、初心ナビの皆川社長にお越しいただきました。今回なんですけども、買取をこれから始めたいとかっていう人に対して、まあ、情報を発信している中で、やっぱりまず最初のステップって古物商の取得っていう部分になってくるかなと思うので、そこに関してですね、今回はいろいろと古物商の申請の方法の解説っていうのを古物商専門の行政書士の皆川さんにしていただきたいなと思いますので、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは初心ナビの皆川さんとは誰ぞやということがあるので皆川さんの簡単な自己紹介と経歴紹介っていうのをちょっといただきたいなと思います。はい、私はですね、スマホから暇時間の7分で古物商の許可を丸投げできる初心ナビ古物商というサービスをやっております、うん、株式会社初心ナビの皆川と申します。はい、元々外資系のコンサルティング会社に勤めておりまして。あ、そうですね、はいはい。そこで、まあ、業務改革とかを専門にやってたんですね、はい、法律の勉強しようってことで行政書士取りまして、はいはい、そこで、あ、こんな行政手続きたくさんめんどくさいのがあるのか知りまして、はいはいはい、こういう行政手続きを悩まず簡単にできるサービスをやろうということで、うん、会社辞めて独立したというような形です。そんな皆川さんにね、今日お越しいただいたんですけども、今回テーマとしては古物商の申請方法に関して詳しく解説いただきたいなと思ってまして、はい、ざっくりとまずその古物商の申請にあたってどういう流れがあってどういう手続きが必要なのかって、はい、簡単にちょっと教えていただけないですかね。まずですね、はいはい、書類を準備して、書類を準備する、で警察署に提出する、はい、でそれから審査があって許可書を受け取るの4ステップというふうにお考えいただければなと思います。はいはい、全体、はいはい、今日着手して、はい、いつ頃許可証がお手元に届くかというイメージ感で言うと、はい、書類の準備で大体 1、2週間、はい、で警察署の審査がですね、うん、法律上マックスで2ヶ月っていうふうに言われておりまして、うん、実際のところ都道府県によってもかなり変わってくるんですが、1ヶ月から2ヶ月っていうふうに見ていただければと思います。早いところは1ヶ月ぐらい。なるほど。確かに古物商って結構都道府県によって、はい、細かいルールで微妙に違ったりするんですよね、申請の中で。はい、都道府県で共通した日本全体の法律っていうものがありながら、はいはい、それぞれの都道府県で独立した審査のやり方とか分かれておりますので、ちょっとばらつきがあるというのが面倒くさかったりするところだったりします。なるほどですね、はい、最初のステップの書類の準備っていうことなんですけど、はい、これって何が必要なんですか。これは大きくキーワードとして、法定書類と協力書類という2つのキーワードをちょっと、なるほど、法定書類と協力書類、はい、難しくなってきましたよ。簡単に言いますと、はい、法定書類っていうのは法律で言われているので絶対に必要なやつ、はい、協力書類っていうのは法律には書いてないけれども、はい、警察署が任意で求めてくるっていう書類なんですね、はい、ほう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 。任意だから出さなくていいかっていうと、はい、そういうわけじゃなくて、はい、やっぱり警察署って厳しいので、はい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 、事実上の義務に近かったんですよ。任意の書類が何求められるかっていうのが警察署によってかなりまちまちというところがあります。なるほど。まあ、まずちょっとこの動画でご説明するのにあたっては、はいはい、法定書類の絶対必要ってところからお話しできればなと思うんですが、まず必要なのが許可申請書、はい、許可申請書ですね。これは警察のホームページからダウンロードできるやつですね。はい、じゃあこれは動画の概要欄に貼っておきます。もし法人でいらっしゃる場合は法人の登記簿と定款、法人の登記簿と定款、はい、まあ、個人の方はこれ気にしなくていいんですけれども、法人の場合は、はい、それ以外に必要なのが法人の役員の方ですとか、許可申請をするご本人の方の住民票、身分証明書、誓約書、略歴書、これが4点セットが必ず必要になるっていう形ですね。なるほどですね。ここまでお伝えしたのが絶対必要な、絶対必要なやつ、はい、それ以外にオプションで発生するのがメルカリで商品売るよとか、ヤフオクで売るよ、ベースで売るよって場合はそのホームページに関する書類も合わせてお届けする、なるほど、という流れになります。任意書類っていうのはメルカリとか売りようみたいなその書類だけでいいんですか。メルカリとかはですね、ホームページに関するところはホームページで売買するんだったら必ず必須っていう、うん、まあ、こっちの法定の方で、はい、任意っていうのがですね、例えば賃貸マンションに住んでるから、はい、賃貸借契約書出してくれとか、はいはいはい、大家さんから使用承諾書取ってくれとか、場合によってはこう周辺地図をつけて中の見取り図出してとか、うん、これは結構本当にバラバラなんですけれども、はい、取り扱う商材によって自動車だったら駐車場の契約書つけてとか、うん、そこら辺がですね微妙に警察署に変わってきて、うん、私なんかは任意の書類
類なんでここはちょっと省略させてもらえませんかっていったような交渉をたまにさせていただいたりしてるっていう、そういう形です。なるほど。まとめると工程書類というものはさっき言った4点で古物許可申請書、そうですね、で法人の場合は定款登記簿等、うん、あとは個人に関するもので住民票身分証明書誓約書略歴書の3つ、はい、あ、なるほどですね。で、2位の方はいろいろとケースバイケースみたいな感じですか。そうですね、ケースバイケースというのが、はい、警察署に寄ったりだったりとか、うん、申請する場所だったり内容によって変わるので、はい、いきなり警察署行くっていうんじゃなくて、うん、事前に電話して聞いた方が、うん、おすすめですね。あ、確かに話聞く限りだとその警察署の中でも担当者によって違うとか、うん、はいはい、その担当者によるさじ加減結構多いみたいな、うん、そんな話も結構聞くんですけど、それ事実なんですか。はい、半分事実ですね。半分事実。生活安全課の中にも何人かこう担当の方がいらっしゃいます。なるほど。で電話に出るのが古物の担当の方とは限らないんですよ、はいはい、そうするとちょっと違ったことをお答えされてしまったりとかっていうトラブルが結構聞きますね。事前にまずは絶対確認しようっていうことがポイントですね。あ、そうですね。最近コロナなんで担当の方がいらっしゃらないっていうことが結構あるんですよ。なのでいきなり警察署に古物を申請したいですっていくと、はい、そもそも今日いないんだよねと、うんうん、いう場合もありますので、訪問する前も必ず電話した方がいいかなと。なるほど。じゃあ、まあ、書類の確認とちゃんとアポイントを切るみたいなところは法律系に進める上で大事かなというか、はいはい、で次が警察署に行く。あ、そうですね、うん、窓口ではこれも本当に担当者によるんですけれども、ちょっとした事業内容の質疑対応っていうのがありますね、はいはい、どういうものを仕入れるの、はい、どこから仕入れるの、はい、どこで売るのとか、はい、あとまあ営業所ってこれ自宅、うん、で賃貸マンションとか、うん、そういった質疑があったりするので、うん、そこら辺にお答えしてから受け付けていただくですね。なるほど。あとまあポイントとしては取り扱う商材の中で結構警察の方がシビアに見る品目っていうのがありますので、そこぜひご紹介しておければと思うのと、まずは美術品、高価で盗難された時の影響でっかいんでというところと、あと自動車自動二輪、あと金券とかは偽造品とか盗難品の事件が結構あるので、はい、ここら辺は本当に取り扱うのというところとか、なんか心眼査定とか大丈夫、はい、みたいなところを聞かれて、厳しい人だとあんた心眼査定できないんだったら管理者ダメよということがあったりとかしますので、ちょっとここら辺の品目使う場合はご注意いただいた方がいいかもしれない。それってどうすればいいですか。一般社団法人とかが提供している研修とかあったりするんですね、はいはい、中古車なんかだとこう盗難品見抜くためにはこういうところチェックしてねとか、そういうあの研修受講しますとか、まあ、そういった説明をつけてあげると納得してもらいやすいんじゃないかな。なるほどですね。それがじゃあ行った時のポイントですか。他何かあります。古物商の許可申請で一番のハードルはやっぱり書類を受け付けてもらうっていうところになりますので、うん、審査自体はですね、基本的には結核要件っていうのがあるんですけど、うん、犯罪歴ですとか、破産歴ですとか、そういったところに合致してしまうと審査で許可を下りないってことがあるんですが、基本的には書類を受け付けてもらう段階で警察署のスクリーニングが入るので、うん、面談とあと書類だけ準備しっかりと整えてもらえれば許可はちゃんと取れるのかなというふうに思います。犯罪歴とかっていうのはその何年以内だったらダメとかあるんですか。窃盗とかが特に重く扱われるんですよ、古物商なんで。っていうところもあって罪の種類だとかによっても違うんですけれども、まあ、一定期間空ければ喪が明けて取れるようになりますので、わりかし心配だなってでお問い合わせもいただくんですけれども、うん、取れるケース多いんで、破産歴ある方とかでも実は復権の手続きっていうのがあって、はい、それを一緒にやってることが多くて取れるとか、なるほど、もしかしたらダメかなっていう場合も、まあ、ご相談いただければ結構取れると思います、まあ、あとは確かにそういうちょっと危ない人だったらプロの人にお願いしながら進めた方が一回アウトになっちゃうと結構大変じゃないですか。そうですね。そういう人はまあ特に皆川さんの出番かなっていうところはありますよね、うん、その次は何でしたっけ。受け付けてもらう。そうですね、受け付けてもらった後、うん、審査で皆さんにとっては待っていただく。あ、そうか、審査期間ですね。審査期間、はいはいはい、待っていただく。で大体の警察署では特に訪問とかないんですけれども、うん、都道府県によっては営業所訪問あります、うんうんうん、実地検査があって どこに台帳置くのとかっていう対応をしてから免許証が下りるっていう都道府県もあったりしますので、2ヶ月まではそういうことがあります、うん、許可が下りると警察署から電話がかかってきて取りに行って終わりというような流れですね、うん、とりあえずそれぐらいの、まあ、書類準備する、提出しに行く、そして基準の期間があって取得するっていうこんな感じで、はい、まあ、とりあえず取得できると、はい、他にも全体の流れとしてここは押さえておいた方がいいよとかポイントがあれば教えていただきたいなと思うんですけど、ご注意いただきたいのは最近すごくこういう物販関係の副業が身近になってきたっていうところもあって、うんうん、許可を取らずにスタートしてしまうっていうことが結構あると思うんですよ、うんうん、と
ただ基本的にですね、古物商の許可って事業でやる上で古物を仕入れるのであれば先に取ってっていうような仕組みなんですよね。なので時間が経てば経つほど事業止まれなくなったりだとか罰則受けるんじゃないかっていう心配も皆さん感じることになっちゃうと思いますんで、お早めに多分取られた方がいろいろとご安心いただけるんじゃないかなというふうに思います。で申請の方法、流れとか必要書類っていうのはすごくもう僕も勉強になったんですけど、今回その書士ナビっていうサービスを皆川さんがやられてると思うんですけど、どういう活用メリットがあるのかあんまりちょっとまだピンときてないんで、はい、そこの活用メリットをちょっと教えてほしいですね。圧倒的にご好評いただいているのは丸投げできるっていうところですね。ご自身で書類調べたりとかご準備するのって結構大変じゃないですか。そこら辺のこう勉強しなくていいっていうのを僕作りたかったんですよ。普通のこうウェブサービスで Google、Gmail に登録するのと同じように必要情報を入力してポチッとしたらあと僕らやっときますというようなサービスですというところと、あとですね、お勉強されたい方、古物商の手続きに関してこういうご不安事がいっぱいあるよっていう場合は、僕ら使っていただきましたらそこら辺しっかりサポートしますので、ご安心してしっかりした知識を持って古物商の事業を始めていただけるっていうところもしっかりサポートさせていただいてます、あとは警察署に行くのめんどくさいよとか、警察署ってどうしてもやっぱ皆さん行きたくないところだと思いますので、そういったところのテスト代行もお任せできるプランがありますので、そっちはプレミアムプランなんですけども、もしそういったところも任せたいって話でしたら、そちらも北海道から沖縄までどこでも対応いたします。そこが丸投げできるっていうのはね、いいとこですよね。あとはあれですかね、なんか僕個人的には皆川さんってやっぱりこう古物商専門行政書士として結構やっぱ古物商のことも詳しいわけじゃないですか、困った時にもう多少相談してもらえたりとか、なんかそういう付き合うメリットみたいなものもやっぱあるのかなってちょっと思うんですけどね。最近特に手続き以外のところで、去年1年間だけで500名近い古物商の方とお付き合いさせていただいたっていうところがあって、お客さん同士の勉強会とか、なんかそういう企画とかもやって、物販の人に特化した確定申告の勉強会とか、物販で融資取るんだったらみたいな、なんかそういったこう場も最近作り始めたりしてますので、古物商の手続きはもちろんビジネス関係でもこれからちょっと皆さんと一緒に楽しい勉強の機会をちょっとやっていければなと思います。まあそうですね、興味ある人っていうのはですね、概要欄に URL 貼っとくのでお問い合わせいただければと。最後にせっかくなんで、なんかあればやっぱりいろんな事情で古物商の許可取りたいっていう方いらっしゃると思いますので、もうすでに結構古物商やっちゃってるんだよとか、ご不安なことがありましたらお気軽に弊社頼っていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、そんなところでじゃあ今回の動画を締めたいと思います。本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画もお待ちしております。